カルロス・エンリケ・ヘルナンデスは、ベネズエラのカラボボ州出身の元プロ野球選手。左投げ、両打。1997年にヒューストン・アストロズと契約。2001年8月18日、ピッツバーグ・パイレーツ戦で先発し、21歳でメジャーデビュー。7回無失点で勝利投手となった。2002年には21試合に先発し7勝を挙げた。 アストロズ参加でプレーしていたが2005年10月15日に FA となった2006年開幕前の3月に第1回 WBC のベネズエラ代表に選出された同年4月6日にアストロズと再契約10月15日に FA となった2008年7月28日タンパベレーズとマイナー契約 2009年11月9日に FA となったが12月8日にレイズと再契約2010年11月6日に FA となった2012年メキシカンリーグメキシコシキレットデビルズに入団5試合に登板し2勝0敗だった2013年は9試合に登板した140キロ前半の速球にキレのいいカーブチェンジアップ スライダーを武器とする。ありがとうございます。